はい、皆さんこんにちは。新宿シャローム教会の真島と申します。今日はですね、鳩の話をちょっとさせていただきたいなと思っています。鳩っていうのはですね、もうそこかしこにあふれているありふれた鳥なんですけれども、実はですね、とってもユニークな鳥なんです。そしてですね、クリスチャンは鳩と似た部分があるんだと聖書は語っているんですね。クリスチャンはイエス・キリストを受け入れた者は、心の中にですね、人々にこのメッセージを、キリストのメッセージを伝えたいという思いが与えられるんですね。そして鳩は古くから通信、情報伝達に用いられてきた鳥でもあるんですね。クリスチャンになるとですね、その主人からのメッセージを人々に伝えたいという鳩のようなその情熱がやってくるんですね。また鳩というのはですね、ヒナを養うのに独特な方法を持っています。それはですね、ピジョンミルクという、こうちょっと汚い話ですけれども、吐き戻しといってですね、体内にある器官からミルクを出してですね、そしてカッテージチーズのようなものを口から出して、それをヒナに食べさせて養うという鳥なんですね。ピジョンミルクというんです。聖書の御言葉は乳に例えられていて、また時には牛乳、つまりチーズに例えられることがあるんですね。私たちもクリスチャンになるとですね、教会からですね、人々の口から語られる、牧師先生の口から語られる、先輩信徒から語られるその御言葉をですね、父のように取って、そして養われていくということを最初は体験していくんですね。それは私たちの救い主であるイエス・キリストも同じようにして、その父、またこの牛乳によって養われていったと聖書は実は教えているんです。イザヤ書7章14節から15節という箇所にですね、このように書いてあります。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を避け、善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べると、書いてあるんですね。この処女が身ごもっている、そして処女が男の子を産んだ、この男の子が私たちの救い主イエス・キリストなんですね。よくクリスマスのストーリーなどでこの話を聞かれた経験がある方はおられるのではないかなと思うんですね。そしてその名をインマヌエル、神が共におられるという意味なんですが、と呼ばれるというふうに書いてあるんですね。こうして御言葉を食べて成長したクリスチャンは、このイエス様が善と悪を見分ける、その時まで牛乳と蜂蜜を食べると書いてあったように、同じように物事を見分ける分別の目、そのセンス、その感覚というものをですね、身につけ始めていくんですね。聖書は成長したクリスチャンの目、その見分ける目というものをですね、鳩の目というように表現することがあるんですね。雅歌という聖書の箇所の中の1章15節、ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだというんですね。これは主が私たちに対して言っている言葉なんですけれども、鳩の目のようだと言われてもですね、嬉しくないかもしれないんですね。もうまん丸くってクリックリして、あまりこうビューティフルという感じではないかもしれないんですけれども、でもですね、この鳩の目というものは素晴らしい機能を持っているんですね。我が愛する者をとよと呼ばれるようにですね、私たちクリスチャンは主との愛の関係を持っています。そして鳩の目と私たち表現されるんですが、その鳩の目は独特なんですね。人間の目というものは、何色を見分けることができるかご存知ですか？もう目に見るからに何色でも何万色でも見分けることができるよと思うかもしれないんですけれども、実はですね、それを突き詰めてみると、人間の目というものは三原色 RGB、 レッド、グリーン、ブルー、このですね、3色の光を認識する目というのを持ってるんですね。
だから全ての色はこの3色の混ぜ合わせ方で表現できるわけです。人間にとってですね、実はですね、牛や馬は人間が見ている世界とは違う世界を見ています。彼らの見ている世界はほぼモノクロなんですね。残念ですね。人間は見てですね、ああ綺麗な花だなとか、今日の空は青々として美しいなとか、いろんな感動がやってくるんですけれども、でも彼らはですね、ほぼモノクロなんですね。そして犬猫飼ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、犬猫は何色見分けられるのかといったらですね、2色なんです。そして昆虫はどうなんだと思うかもしれないんですが、昆虫はですね、実は4色見分けることができます。紫外線を見分けることができる昆虫が多くいるんですね。しかしですね、鳩のその見分ける色彩というものはどれだけを見分けることができるのかといったらですね、実は鳩は20を見分けることができるんです。もう圧倒的ぶっちぎりでですね、ものすごい見分ける力を持っているのが鳩の目なんですね。この色覚の研究というものは、実は近年になってようやく研究というものが進んでいっている分野なんですね。それまでは牛がモノクロの世界を見ている、犬や猫は2色の世界を見ているなどということはですね、誰も、人類はですね、想像だにしていなかったんですね。それは近年になって発達した分野です。しかしこのあなたの目は鳩のようだ、目のようだと見分ける力のある目という私たちにですね、語っているその聖書の画家が書かれたのはですね、ソロモン王の時代、今から3000年近く前に書かれているんですね。なぜこのようなことが起こるんでしょうか。それはですね、聖書が万物をお作りになった神の言葉だからこのようなことが起こるんですね。私たちがこの神の言葉、聖書の言葉をですね、受け入れていつも食べ続けるのであれば、私たちには識別力、また判断力、そういうものが与えられていくと聖書は教えているんです。今ですね、インターネットの時代です。フェイクニュースがですね、たくさんあります。トランプ大統領はですね、何かあるとそれは完全にフェイクだとか、そういうことを言いますけれども、世界中に情報を発信することはですね、中学生や高校生でもできる時代です。学者やテレビ局、ラジオ局のようなですね、責任を持って発信する人たちだけじゃなくても、どんな人でも発信することができてしまう今の時代なんですね。今の時代こそ見分ける力が重要なのではないでしょうか。またですね、鳩の目というのはですね、ものすごい視力を持っているんですね。40km 先を見分けることができるんですね。 1.5km 先の人の顔を識別することができる、そのような目を持ってるんですね。この今のお先真っ暗な、先が見えない、そのような時代にあって、成熟したクリスチャンは先にある希望を見出すことができるんですね。ぜひですね、この神の言葉、聖書を受け入れて、そして、この判断力、これをですね、持っていただければ、先にある希望を見出すことができればと願っています。そのための入り口の聖書の言葉はこれです。ぜひですね、この言葉から先にですね、味わっていただければと思います。それを受け入れていただければと思います。それはですね、ローマ人への手紙10章9節から10節です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アメン。イエス・キリストは十字架で、私たちの罪の身代わりとして死を味わわれ、そして御父によって3日目によみがえらされた私たちの救い主、神の御子なんですね。このことを信じて、そして告白するならば、私たちは日々この御言葉を味わい、神が与える知恵と判断力、これを身につけていくことができるのです。ぜひですね、イエス・キリストは私の主です、私の救い主です、そのように告白してくださることを願い求めています。それでは失礼します。